はい、こんばんは。えみちゃんいらっしゃい。バドツー楽しんでってね。はい、こんばんは。みんないらっしゃい。よいしょ。てれてん、てれててん。パッパッポッパッポ。はい、ワード2。夜中配信多くて来れなかった。夜中配信多くて、ああ、他の人がやってるってことかな。うん。それで来れなかったんだ。全然いいよ、全然いいよ。見たい時に見てください。はい、10名さんいらっしゃい。村雨さんいらっしゃい。ワード2。じゃあ、乾杯やりましょうか。あんたたち、行くわよ。ケピ。あざーす。ああ、仕事上がり。明日行ったら休みだわ。明日行ったら休み。はい、そういうことで大好きちゃんはどつ、いらっしゃい。いらっしゃい。KP、お疲れ様。明日行ったら休みだよ。うん。金曜日だかんね。また連休だからなんかやろうかな。企画かなんか。まあ何やるかまだ全然考えてないけど。ワドが深夜の時間配信多くない？いや、昨日がたまたま深夜だっただけで、別にそんなことないと思うけど。っていうかね、最近夕方の配信、仕事終わりの配信が少なかっただけだと思う。単純に。この配信が極端に少なかった。多分それが原因だと思うよ。そう感じるのは。夜中に放送やったの昨日ぐらいかな。昨日夜中に起きて、で、それで配信やったから。まあ、もともとね、配信時間決まってる配信者じゃないから、俺。朝方もやるし、まあ、昼間もやるし、夜中もやるし。こんばんは。うさぎ先輩、風船ありがとう。ありがとう。あざーす。今日17か。今日17か。夜中から朝の仕事のイメージある。朝で、朝から仕事か。あー、そういうイメージなんだ。いや、全然夕方もやるけどね、早い時間。そうそう、アイテム新しいの出てて、ふわっちレストランって言って、3000円のふわがにっていうやつが出てんだよ。ちょっとエフェクト見てみたいよね、どんな感じなのか。多分あの、なんだ、ハロウィンの時みたいにドカーンみたいな感じだと思うんだけど、俺の予想では。まだ俺もらってない。ふわっきー2袋と、ふわヌーボーはいただいてないね。うん。これいつまでなんだろうね。これは23までだから1週間限定だわ。1週間限定アイテム。ふわっちね、いろんなね、新しいのが出るから面白いよね。面白い。エフェクト見てみたいな。誰か出さないかな。誰か出すんじゃない？うん、わかんないけど。まあ、いい配信やってたらね、普通に。おー、ありがとうございまーす。来たー、ありがとうございます。ふわがに1回、2回、15回か、3回、ありがとう、4回、すげーな、エフェクト。5回、すげえ、モネありがとう。6回、15回きついな。7回、8回、これすごいね。9回、いや、超かっこいいじゃん。10回、11回、きつ。12回、きついぞ。13回、14回、
15回連続マジきつい。ありがとうございます。すげえエフェクト、ありがとう、ありがとうね。もうね、いや超嬉しいわ。すごいね、船がぐわーっと通ったね。いやウケるわ、ぐわー船通ったね。いやいいわ、夢叶ったんで和道さん見るのやめますいやいやいや、まさかカニ釣りから始まると思わなかった。俺もカニが、いやうなちゃんマンが通報されたらネタになるっていうパターンだと思ったの。俺はカニがこう出てきてカニ踊りをやってくれるうなちゃんマンエフェクトだと思ってたのね。違うんだね。トミコさんいらっしゃい。漁船からカニ引き上げるところから始まるんだね。カニのエフェクトやば、うん、怒られますよ。もう怒られてるもん。うな、俺のこと大嫌いだもん。おい、リナネコさんいらっしゃい。どうもどうも。あざす。リナネコさん。ダメだ、今日うなのモノマネ下手だな。ああ、いらっしゃい。うん、いらっしゃい。楽しんでて。うん。今日うなのモノマネすげえ下手だわ。調子悪いわ。発想がすごい。なんかさ、その、画面側に映すっていう発想じゃなくて、コメント欄に映すっていう発想がすげえ面白いと思った。牛島くんに見える？なんで？よく言われるんだけど、全然意識してないよ。俺ずーっと丸メガネだし、すげえ昔から丸メガネだし、ずーっと昔から黒い服着てるからね。なんだろうね、牛島くん、牛島くん。みんな言うんだよね。髪型、そうそう、髪切ってきた。髪短くしてきたよ今日。うん。ちょっと、もうおでこのハゲが目立つようになってきたね。おでこのハゲが際立ってきたよ。照明の位置変えようかな、ちょっと。うん、そう。髪型、1000円カットだけどね、相変わらず。すごい怖い人かと思ったら、違っとった。イメージ悪いからね、俺ね。すっごい悪名高いからね。みんな言うよ、それ。牛島くんみたいっていうのと、思ってた人と違うってすっごい言われる。絶対1000円カットに見えない。そう？うん。結構丁寧にやってくれるんだよね。仕事を、おい、ロクちゃん、お疲れ様。楽しんでってね。いらっしゃい。楽しんでって。なんだろうね、なんで怖い人だって思われてんのか原因がわかんないんだよね。どっからそういうイメージが出始めたんだろう。いつの間にかもうそういうキャラになってたもんね。なんなんだろうな、全然わかんないね。いつの間にかそういうキャラになってたね。これから人来るね、5時だから。東京済みで1000円カットかよ。だって貧乏人だもん、しょうがないじゃん。ハートプレゼントありがとう、ロクちゃん。ハートプレゼントありがとう。しょうがないよ。うん。やべ、俺だってあれだよ、1000円カット行き始めたここ3ヶ月ぐらいで、1ヶ月に1回仕事始めてから通うようになったんだけど、それまでカットモデルとか自分で切ってたんだよ、バリカンで。うん。だから全然金かけてないよ。昔は結構、美容室とか行ってたけど。ね、やっぱ貧乏になったら貧乏になったなりの生活をしていかないといけないと思ってるの、俺は。金あるときは金あるときの生活をしないといけないし、貧乏なときは貧乏なりの生活ってあるんだよ。見え張ったりするとダメよ、やっぱ。身を滅ぼすから。だから貧乏ライフそれなりに楽しんでますよ、僕は。金なくても楽しめる人だから。金あっても楽しいし、なくても楽しい。あった方が楽しいけどね。あったらあったで楽しみ方もあるけど、別になかったらなかったで楽しみ方あるんだから。おー、これか、ポッキー。月見ちゃん、ポッキーありがとう。こんばんは。これだ。ありがとう、ありがとう。サンキュー。みんなやっぱ新アイテム買ってるんだね。うん、面白いよね。こうやって期間限定アイテム導入してくるっていうのが。ふわっちすごいよ。運営に問い合わせしたらもうすぐ次の日の朝、朝一でメール来たよ。運営さんやばい。積み木だ、積み木だ。訂正します。業務連絡、業務連絡。積み木さんいらっしゃい。ポッキーありがとう。
村雨、ポジティブですな。ポジティブじゃないと意味、あのね、これ、あのね、人間に一番いらない感情はネガティブ感情だから。ネガティブからは何も生まれない。これ本当だから。ネガティブな感情からは何も生まれないの。ポジティブっていうのは生きるっていうことなの。ネガティブは死ぬっていうことなんだよ。で、ネガティブってもともと人間ってネガティブなんだけど、なんでネガティブな存在になったのかっていうのはね、要は飢えに対する恐怖、危険に対する恐怖なの。だけど、日本って先進国なの。飢餓を克服してるんだよ。危険もないんだよ。だからネガティブな感情、現代社会ではいらないの。ネガティブな発想っていうのは危機管理能力だから、もともと本能が備わってるから。はい、エリさん風船10個ありがとう。エリさんこんばんは。楽しんでて。そうなんだよ。これね、現代社会でね、ネガティブが役に立つことってほとんどないから。ほとんどない。これ断言できる。本当に。ないです。だから、ポジティブに生きた方が絶対得だよ。ポジティブに生きるべき。で、こういうのは訓練できるから。訓練で治るの。訓練で。意外とね、そう、メンタルトレーニングを日本人はバカにしすぎなんだよ。心を鍛えるっていうことをバカにしすぎなの。もっとね、心を鍛えるっていうことをやった方がいいよ。はい、P さんコメントありがとう。いらっしゃい。いいね、いいね。今日も楽しいね、ふわっちは。ふわっち大好きだよ、俺。おーい、村雨さん、ふわヌーボープレゼントありがとう。コンプリート、コンプリート。みんなありがとう、コンプリートしました。あばーす。季節も、新流いらっしゃい。もうね、3日間休みが終わるので、3日ぶりの風呂入ってくる。行ってらっしゃい。風呂入れよ。3日ぶりの風呂行ってらっしゃい。初見ではなくて二度見え、ピーマンいらっしゃい。古代さんいらっしゃい。イェイイェイ。ありがとう。お前だから楽しいんだよ。そうなのかな？どうなんだろうね。でもね、お前っていうのやめて、Pさん。俺 P さんって呼ぶから、P とか P さんって呼ぶから、和道って呼ぼうよ。うん。やっぱネットの中にもさ、お前って言ったらさ、嫌じゃん。俺が P さんのことお前って言ったら気分悪いでしょ。やっぱさ、呼び捨てでいいから和道って呼んでよ、俺のことは。うん。親しき中にも礼儀ありでしょ。やっぱさ、リスナーも配信者もお互い気持ちよく配信やりたいじゃん。うん。お前っていうのは良くないよ。あ？これは、ごめん、ワド。うん。ありがとう、ありがとう。やっぱさ、そういうの大事にしていった方がさ、ネットだからね、どうしても、お前とかさ、ね、やっぱ使っちゃうけど、俺はね、やっぱそういうのね、大事だと思うんだよね。ド M なので、お前がいい。リナネコ、ド M なんだ？ S っぽいけどな、見た目。見た目と喋り方とか。意外だね。あ、そう。M なんだ。ツンツンしてたけどな、配信スタイルは。女の子は基本的にね、まあ、M だよ。S な女の子なんかいないよ。ベッドの上ではみんな M だから、女の子は。うまい。グアバジュースが一番うまい。これすごいうまいよね。これ知ってるみんな。アロハグアバ。これめちゃめちゃうまいから。S って言われるけど、二人っきりの時はド M です。変態かよ。最近のワード面白いぞ。ありがとう。まあね、乗ってきてるよね。すごい楽しいね。配信が楽しくて楽しくてしょうがないね。だってさ、人が集まる、コメントが走る、金が稼げる、チャンネル登録が増える、フォロワーさんが増える。文句が出るわけないよね。それは楽しいよね、配信者として。営業マンで言ったら売り上げが上がるとかさ、社内の評価が上がるとか出世するとかね。そういう感じだからね。はい、もふもふさんいらっしゃい。風船プレゼントありがとう。ありがとう。それは楽しいよ、やってて。やりがいありますよ。配信で食ってくのがずっと夢だったわけだから。結果出てるもんな。閲覧増えてるし、フォロワー増えてるしな。ふわっちを始めたのが、今見てみようか。ふわっちいつから始めたか。ふわっちを始めたのがね、一番下のタイムシフト見ればいいわけだから、10月の23日だから、あと1週間で1ヶ月だよ。だから3週間目なの。3週間で717人のフォロワーさんついたら、そりゃいい感じですよ。うん。はい。もふもふ、ふわっち、風船ありがとう。
リナネコチャンネル登録って何ですか？俺ね、YouTube もやってるんだよ。YouTube でお小遣いも稼いでて、みんなね、YouTube もチャンネル登録してくれてんの。だから、下に YouTube あるでしょ。ニコニコ生放送とかツイキャスとかフワッチとか全部載ってるから。神回全部載ってるからさ。727か。すごいね。おい、小谷さん。フワッキー、プレゼントありがとう。いや、いいよいいよ。アイテムはすげえ嬉しいよ。あのね、なんだよ、風船かよみたいに言うやつは俺最低なやつだと思うの。あのね、いつも言うんだけど、だいたい俺1日配信分回すと3000人ぐらい見るんだよ。3000人がね、風船10個してくれるだけで、いくらになると思う？ 3000 人が風船10個、10円ですよ。3万円だよ。だから、こういうね、風船を投げてくれる人、1円。1円かもしれない。だけど、ね、これを大事にしていって、3000人が毎日10円くれるだけで、俺、日当3万円のプレイヤーになれるんだよ。だからね、俺はね、こういうね、支援活動っていうのはね、めちゃめちゃ嬉しい。俺はこういう人を大事にしていきたいと思ってる。だから、風船しかなくてごめんねとかやめて。超嬉しいから。俺はこの10円のありがたみ分かってるから。この10円手に入れる大変さ分かってるから。小谷さん、風船ありがとう。和道山田孝之に似てるよ。似てねえよ。似てねえよ。似てない似てない。山田孝之俺好きなんだよ。俳優、日本の若手俳優で、一番好きだから、あんまり、自分と被せたくない。本当に俳優としていいと思ってる。YouTube か、見てみたい。あ、登録してよ、登録してよ。ワンクリックで登録できるから、下の YouTube クリックして、俺のチャンネル行って、チャンネル登録してきて戻ってきてよ。ういすいすー、田中さんいらっしゃい。風船募金またするね。ありがとう、ありがとう。気が向いたらでいいからね、アイテムは本当に。お金持ちの人はもうガンガンやってほしいけど、ね、俺みたいに貧乏で同じ目線の人は、本当なんか10円とかで全然いいよ。本当に助かるから。俺、だってさ、みんながくれたアイテムは金なわけじゃん。金って何かっていうと、俺が飯食うわけよ、それで。つまり、みんなの風船で俺の体を作るわけよ。これ、配信で体を作る。これが飯を食うっていうことなんだよ。飯を食うっていうことは生きていくことだから。みんなが体になっていくから、俺の。それ良くない？だから俺は配信で食っていきたいな。やりたいことで、仲間たちで、体を作りたいんだよね。それが俺の夢。大事でしょ。やりたいことだらけでできた体、ボディ。でもね、YouTube も、なんだ、チャンネル100人超えたよ。超えた超えた。すごいよ。だからふわっち来てほんとよかったよね。面白い。だからリスナーの層と噛み合ったんだろうね、初めてね。今まで若い子向けにキャスとかやっても若い子向けにトークできないし。ね。あ、アダルトじゃん。ぶっちゃけの話、ここの話題って。和道さんクリーンでいいっすね。他の配信者は金くればっかりでつまらん。俺、基本的には金くれって言わないから。俺の配信ずっと見てる人知ってるけど、なんつうの、基本的に誰々金くれとか、今アイテムくれとかは言わない。ダサい。だって、配信って面白かったり、ね、いい配信とかしたり、感動とかしたり、笑ったりしたら、絶対アイテムくれるもん。俺だって面白いパフォーマーに、ストリートライブでもドラム叩いてるやつに絶対300円ぐらい入れるもん。300円、500円とか。じゃらって必ず入れんの。いいドラマーにはね、下手なプレイしてたらダメだけど、いいなって思ったアーティストには絶対ストリートライブ金入れるようにしてんの。俺も投げ銭するんだよ。だけど、いいパフォーマンスしてないのに金くれなんて言ったって金くれるわけないじゃん。リスナー甘くないよ、そんなに。ねえ、面白い配信やったりさ、時間潰して、うわ、今日楽しかったわ、つったら小遣いやるわ、ってなるでしょ？そういうもんだと思うよ。ふわっち、ツイキャスで知り合った女に教えてもらった。あ、そうだったんだ、きっかけ。まあ、そうだよね。ふわっち、キャスから流れてきてる人がほとんどだもんね。ニコ生から流れてんの、エセアカぐらいか。エセアカとアイラとか、その辺か。でもまあ、大手配信者が軒並みやってるから、今来てるサイトだと思うけどね。サメ島キモくなないか。俺サメ島仲いいわ。クリスマス一緒に配信するから。サメさんと、俺仲いいから。YouTube 登録してくるわ。あ、ありがとう、田中さん。行ってらっしゃい。もうすぐ戻ってきてね。登録したら。ありがとう。
全然いい人だよ。うん。配信が回るとスイッチ入っちゃう人だけど。うん。全然優しいよ。クリスマス楽しみだね。本当にやるのかどうかわかんないけど、一応この前配信覗いてたらふわっちやってて、わ、ワド君来いよみたいな。クリスマスやるからパーティーって。あ、行く行くっつって、ありがとうございますって言って。おい、マジンさんこんばんは、楽しんでってね。そうそう、鮫島さんのね、パーティー誘われたから、彼女とおいでって言われた。みんなニコ生とかもしようんや。俺はもうニコ生やめちゃってふわっち一本でやってるね、今。もともとニコ生で2年半やってて、で、半年間ツイキャス行ったけど、ツイキャスでダメになっちゃって。もともと立ち見 A って言って、ニコ生だとね、だいたい700人ぐらいアクティブあったのよ。前世紀の頃は。だけどもう、キャスに移行したからダメになっちゃって。で、ニコ生戻ったんだけど、全然ダメで。で、どうしようっていう時にふわっち来たら、100人とか来るようになったから、安定してさ。今大手やってるから50人ぐらいだけど。あ、ふわっちいいわと思って、稼げるわと思って。こんな感じかな。サメ島もリスナー大事にスタンスっぽい。いや、サメ島めちゃめちゃ大事にするよ。だからリスナーつくんだよ。あんだけ荒れる放送やっても。だって、プライベートでも、サメ島さんは、をディスっても怒るつうか、まあ、やや言うけど、本当にマジギレすんのは、サメ島さんのリスナーディスったらマジギレするから、プライベートでも。お前ふざけんなよ。それでも配信者かこの野郎、みたいな。てめえ表出ろ、みたいな。本当だよ、これ。これ有名だから。マジでリスナー愛してるから。だから、あんだけ人がついてくるんだよ。それわかるから、リスナー側になると。だって、嬉しいじゃん。リスナー側からしたら。そこまでやってくれる配信者ってなかなかいないじゃん。だからヒールに徹してるだけなんだよ。うん、すごい。リナも喋れるようになりたいです。いや、全然喋れるっしょ。みんな喋って、喋りうまいじゃん。全然喋れるっしょ。普通に聞けるんだけど。ねえ、サメちゃんいいよね。普通に、リスナー、なんか配信者としては正直、なんつうんだろうな、結構やらかすから、問題児タイプ、ヒールタイプだと思うけど、俺リスナーで普通にサメ島さん見てると気持ちいいよ、結構。まあ、引くよね。だからサメ島さん好きになるまで結構時間かかるタイプだと思う。で、一回好きになったら離れないね。暴言しか吐いてないの。いいんじゃん。それぞれスタイルがあるわけだから、配信には。だから自分らしくやるのが俺は一番いいと思ってんの。自分らしく配信をやる。で、結局人の真似してると、パクリだっていうのリスナーにバレるわけじゃん。あ、こいつこれのパクリだなとか、あ、誰々模倣してるなって。だからパクリはパクリだから、所詮。魂入ってないんだよ。それだったら自分らしく自分の配信やった方がいいと思う。暴言だろうがなんだろうが。見てるうちに分かってきた。そう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 。だから配信ってね、初見、囲いからアンチになるパターンっていっぱいあるんだけど、もう二度と囲いにはならないんだよ。一度嫌いになったら。だから一番大事なのは、ちょっと苦手かもとか、ちょっと嫌いかもっていう状態から、どれだけ好きになるかなんだよね。そういう人はもう離れないから。暴言しか吐いてない。まあね、自分持ってそうで好きな配信者なら、そういうのは大事だよ。っていうか、配信に限らず、表現者は全部自分らしさみたいなの、自分のバイブスみたいなのを大事にした方がいいと思ってる。うん。はい、キャナピーこんばんは。楽しんでて。うん。マジンさんこんばんは。なんだ ?2 回目だぞ。ワン太郎もあれでヘルプになってた。そうだね。結局ワン太郎の帰るタイミング作ってくれたのはサメ島さんだからね。あれ、切りどころ分かってないから、だから、サメ島さんに感謝しろよって電話入れといたもん。うん。あれ、グダグダになってたよって、あのまま続けてたらって。ロハコさんはどちらかっていうと、いじられて才能を発揮するタイプじゃん。どちらかっていうと、自分で回すタイプじゃないの。だから、あの時はワン太郎が、ロハコさんをうまくコントロールしないといけないんだよ。まあ、新人には難しいかもしれないけど。だから、サメ島さんの、トツがなかったら、グダグダになってたと思うよ。むしろ、あんだけ見てるわけだから、悪評が広がる可能性があるから。いいタイミングで終わったんじゃないかなと思うけどね。うん。キャナピーさんに会う。ああ、そういうことか。ごめんごめん、マジ。ごめんね、マジ。うん。そう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 。だからね、それがわかるようになってくると、だんだん配信の醍醐味っていうか、あ、配信ってこうやってやるんだっていうのが、だんだん配信した側になってくるんだよね。どうしても最初の頃はさ、リスナー目線が抜けないんだよ。サメ島の、
姉がふわっちで荒らしてるってマジ。いや、普通に配信やってるけど、荒らしてるかどうかわかんないけど、普通にふわっち配信者だけどね。リスワンも撮ってるよ。うん、トミコーさん。結構長いよ、あの兄弟。兄弟つか、姉妹ではない。兄弟で会ってんのか、そういう場合は。おー、ありがとうございます、田中さん。ありがとう、チャンネル登録。もっちゃん、こんばんは。楽しんでってください。ありがとうございます。いいね。稼いでますよ。今日も。今日も稼がせていただいてますよ。楽しいね。オープニングからいきなりドカンと来てるからね。もうやりがいあるわ。うん。はい、こんばんは。マジンさんの仲いいんだ、キャナピー。どこで見んの？どこで被ってんの？キャナピーとマジンさんは。なんかいいよね。他で出会ってる配信さんが。どんどんやり取りしていいかんね、この枠で。リスナーさん同士、わきあいあいと。そういう時はさ、例えばキャナピーが、こう、矢印で、例えばこう、古代さん矢印とか、キャナピー矢印とかで、やればいいんだよ。あの、鍵括弧みたいなのあんじゃん。で、そしたら俺コメント拾わないから。うん。え？ってなんだ。フォロワーの女から荒らされたって言ってた。あ、そうなんだ。へぇー。まあ、その辺わかんないな、あんまり。追っかけてないから。のぞみさんは。うん、のぞみ、俺あんま好きじゃないしさ。のぞみ結構やられてるから、俺も。あ、初めてなんだ。交流、うん、全然いいよ。全然いいよ。うん、交流して、リスナー同士仲良くなって、ここで出会って結婚とかカップル成立しても面白いと思ってるからね。いいじゃん、そういうの。出会い中が集まってもいいんじゃん。和道の放送行くと、なんかカップル成立するらしいぞって。なんか、ネルトンでもやってみるか、今度。傍観者って感じだね。うん。いや、傍観者ではないけど、一応喋るけど。俺の枠だから。その人のコメント見てても面白くないだろう。自分で喋りたいから枠開いてんだから。それは全然喋りますよ、僕は。出会い目的になったら、で、いかんか。どうなんだろうね。俺は結構恋愛に関して寛容な方だと思うから、男と女がね、出会うのに、人を好きになるのに理由はいらないと思ってるから。ね、人をね、嫌いになる時とか別れる時っていうのは必ず理由があるんだよ。だけど、人を好きになるのには理由はいらないと思ってる。和道もリスナーと結婚はありそう。いや、だって彼女もともとヘビーリスナーだもん。俺のガチ囲いだもん。で、オフ会で出会って、で、まあ、意気投合ってわけじゃないけど、LINE 交換して、で、彼女の家に会いに行くようになって、企画で、ちょっとカラオケを、場所を提供してくれるって言って、で、下見に来てって言って、で、リスナーさん連れて、男のリスナーと俺と、その彼女の家に行って、で、カラオケやって、で、その時に、仲良くなって、で、飯食うつうか、ちょくちょく遊ぶようになったって感じだね。司会とか解説者に向いてそう。まあまあ、前回企画でね、司会やらせていただいて、すごい嬉しかったですよ。配信したいけど、やり方がわからない。簡単だよ。スマートフォンで、ふわっちのアプリをダウンロードして、配信するだけ。カメラが勝手にやってくれるから、今スマートフォンでできるからやってみるといいよ。うん。あ、いいえ。尾崎さんいらっしゃい。楽しんでってね。ババアは、仲介に徹します。いや、俺全然年上好きだからね。恋愛人好きになるのにさっきから言うけど、年齢関係ないよ。うん、ね、三つ上だしさ、彼女は。結婚相手はいらないけど、友達はいいよね。もう全然全然。え、でもさ、男と女の友情って俺ありえないと思ってるの。女の子があり得るっていうのはわかるけど、男側が男と女の友情あり得るっていうやつは俺嘘つきだと思ってるから。男は女と恋愛しかないと思ってるね。うん。ナコード。うん。あ、ナコードね。はいはい。ふわっちアプリ2種類あるよね。そうそう。配信用と視聴用があるから、
配信用もダウンロードできるよ。うん、そうなんだよ。アプリが、ツイキャスも分かれてんだけどね。おはよう、デメキンいらっしゃい。楽しんでて。配信業やってるよ、今日も。盛り上げてって。今日も配信業だよ。っていうか、やばいんだけど、体重がさ、昨日も銭湯行ったけど、体重が落ちない。顔がパンパンでしょ、俺今。腹もダブンダブンだしさ。やばいよね、これ。10キロ太った。10キロ。うん。カニ出遅れた？いや、カニいい感じだよ。すごいよ。最初に一発ドカンとカニ入、ね、入れていただいたけど、カニ、おー、ありがとうございます。稼がせていただきます。匿名さんいらっしゃ、ありがとうございます。いきます。1回、2回ダイエット、3回、カニの場合は、15回やります。4回、5回、匿名さんありがとうございます。友達はいいね。なんかさ、最近の若い子って恋愛しないらしくて、20歳になっても4割ぐらいが、異性と付き合ったことがないって言うんだけど、俺かわいそうだと思ってて、人生で恋愛ほど素敵なものはなくない？俺人、で、恋愛を若い子たちが言うんだよ。恋愛なんでしないの？めんどくさいからって。あのさ、バカなんじゃないの？恋愛の何が楽しいってめんどくさいから楽しいの。恋愛ってめんどくさいことをする行為なの。バカだなと思って。恋愛って、めんどくさいことをするんだよ。そう、めんどくささを楽しむためのものなんだよ。なのに、めんどくさいからっつって、もうダメでしょ。なんか、そこが冷めてるっていうか、うん。なのに、恋愛めんどくさいじゃん。女の子はさ、ね、焼き餅やりたいとかめんどくさい。男だって浮気するしめんどくさい。めんどくさいんだよ。究極のめんどくさい行為なんだよ。だから楽しいんだよ。キャス主とは一度付き合ってました。誰かは言いませんが。あ、聞きません。聞きません。いいえ。ゆうこいらっしゃい。楽しんでて。もふもふ。マジで私なんか、スタビで遊びまくって。懐かしい、スタービーチ。懐かしい。ただ、もふもふの年齢が大体わかるよね。スタービー、あのね、スタービーチの後に SNS が流行ったから、ミクシーなんだよ。俺らの、後の世代は。だから俺よりも上の世代なのか確定したよ。俺、スタビの最後の世代ぐらいだから。間違いなくモフモフは32から上だね。同い年。ああ、そう。だよね。俺らが最後の年だから。懐かしいね、スタビ。クロレラさんいらっしゃい。ガチホモですか？僕はノンケです。ノンケです、僕は。恋愛はいいよ。恋愛はいいよ。あっちはどつういらっしゃい。楽しんでて。恋愛いいじゃないか。うん。俺は恋愛好きだけどね。うん。ねえ。昨日もノンタンハメ撮りしたけどね。ノンタンとエッチしてるとき、カシャッ一人でやってた、うん、したいよね、恋愛ね。初見さんいらっしゃい。ルリーロさんいらっしゃい。ルリーさんコメントありがとう。楽しかったらフォローしてください。よろしくお願いします。ワードです。結婚したら遊べないから恋愛した方がいい。いや、結婚しても別に遊べるんじゃん。だけど、なんだろう。遊んだ方がいい。どうなんだろうな。俺基本的にあんまり、なんか恋愛でも遊ぶの反対派かな。ホモ配信に来たい。だから俺ホモじゃないっつってんだ。ノンケだっつってんの。話を聞きなさいよ。ロハコさん紹介しようか。俺の友達にガチホモいるから、紹介しますよ。好きなだけホモ枠が見れますよ。結婚してても遊べるよ。うん。いや、遊べると思うよ、俺も。うん。あれだよ、ゆうこさん。遊ぶって恋愛的に浮気とか男遊び、女遊びっていいんだよ。うん。そういう意味ね、今の話題的に。どうなんだろうな。でも俺は結構好きになったら一途な方が、実は心も体もいいんじゃないのっていう。精神衛生的に得だし、
その方がいいと思ってるかな。なんか、やりたいだけとかあんまないんだよね、正直。ない、ない。なんだろう。正直、若い子にも興味ないし、可愛い子にも興味ないの。面白い人が好きなの、俺は。面白くて魅力的な人間らしい人間が好きだから、なんだろうな。そういう不器用な人間っていうのかな。だから、なんかこう、男遊び、女遊びするのがあんまりよく理解できないね。不倫はダメって、不倫はダメっていうか、だから、不倫とか浮気がダメっていうんじゃなくて、別になんつうの、好きな人がいて、本当に好きなわけじゃないから浮気とかができるわけじゃん。だから、なんで付き合うんだろうっていう感じ。好きなら付き合えばいいけど、結局好きじゃないからうまくいくはずないじゃんと思うね。はい、キャナピー行ってらっしゃい。子供が大きくなったら自分の時間やっと持てるようになりました。いいね。いいね。セカンドライフですよ。まさしくノンタンだね。そうだね。まあ、ノンタンの場合結構、勘繰りとか疑りがあるから浮気とかしてるんじゃないかみたいな。それはあんまり気持ちよくないなと思うけどね。やっぱり人間って信じてる人から信じられなかったら辛いじゃん。自分が信じてるのに、信頼してるのに、その人から信頼されてない、信じられてないっていうのは傷つくわけよ。だからそこはあんまり気持ちよくないなとは思うけどね。疑られるっていうのは、結局、疑るっていうのは心の弱さだと思ってるから。今、子育て中だから待機中。あ、そうなんだ。いや、でも全然子供いても恋愛してもいいと思うよ。ただ、俺はね、女の人っていうのは少女から女になるんだよ。で、女から、ね、女から妻になって母親になるんだよ。進化があるの、女って。男は男なの、バカだから。生まれた時から男はアホだから、進化しないの。だから、女の人は子供を産むって、命がけで子供を産むっていう恋があるから、産んだ瞬間から母になれるんだよ。でも男ってバカだから、自分で苦しまないわけじゃん。ね。だから、父親になるには訓練しないといけないの。子供が生まれてももうバカな男のままで居続けちゃうんだよ。だから父親になるにはトレーニングが必要なの。これがよく子供が生まれた時の奥さんとの、そのズレがあるんだよ。だから女の人って素晴らしいと思うよね。少女から女になって、女から妻になって、妻から母親になるんだよ。人生4回その大きな転換があるから。そう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 。旦那は、そう、男はね、男はだからその、父親になるっていうのは、結構試練だと思うよね。自覚、しっかりしてないとダメなんだよね。いつまでも女でいたい。いや、ダメだよ。俺は、子供ができたら母親になってほしいね。自分の母親が自分のこと愛さないような人だったら、母親になる資格がないと思ってるから、いつまでも女を捨てきれないっていうのはダメなことだと思っちゃう、俺は。だってかって言ったら、男の人は妻を世界で一番好きなのは奥さんでいてほしいの。彼女とか奥さん。だけど、女の人は旦那さんが好き、男が好きじゃなくて、子供が生まれたら子供が一番好きな人になってほしいの。それでいいと思ってる。それが一番いい関係だと思ってるの。旦那さんが奥さんのことを世界で一番愛してて、奥さんは自分たちの子供のことを世界一愛してて。それでいいと思ってる。そう。そして、親父化する。まあね、子育て終わったら親父化するでしょ。あ、髪切った。そう、1000円カット。子供は可愛いでしょ。だって自分のね、お腹痛めて、男には経験できないことだから。出産の痛みってさ、男って死ぬんだよ。痛すぎて死ぬの。だから、あれは女性しか耐えられないんだよ。そう。だから女性って素晴らしいんだよ。だってさ、お腹の中に、もう一つの生命が宿るんだよ。男からすると意味がわかんないんだよ。心臓が二つあるんだよ。命が二つあるんだよ。ね、双子だったら三つあるわけだし。ね、それはね、永遠に分からないことだけど、男は分かろうとしてあげないといけないと思ってるの。分からないからほっとくじゃなくて、分かろうとしないとダメだよね。その苦しみを。ねえ、昔の人は子宝に恵まれるっつって、子供が何よりの宝だったからね。妻は夫も育てないといけないから大変。いいこと言うね。名言だと思うわ。成人しても息子は可愛い。あ、そういうもんなんだ。いいね、いいね。まあ、息子が恋人だよね。やっぱりね。いいことだよ。子供はね、母親に愛される、
愛されるべきだと思ってる。それが、自信につながるし、大人になった時、感謝につながるし、無条件に子供は愛されていい存在だと思う。だから子供をね、愛してあげるっていうのはいい社会だよね。うん。いい家庭だよね。私二人とも帝王切開だったから、陣痛の痛み知らないんだけど、母親になれないって、だから母親になれないって旦那に言われた。そっか。帝王切開だってお腹切ってるんだよ。命がけだよ。うん。命がけだよ。後も残るわけだし。うん。本当は夫が長男なんだ。そう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 。そういう感じ。俺も高橋さんと同意見。そうそうそう。でっかい子供なんだよ。だけど、その親父っていうのはかっこいい、その長男になってほしいよね。やっぱりね。うん。かっこよく働いてて、輝いてる親父がやっぱ子供に一番の背中を見せるわけだから。だから酒飲んで管巻いて暴力振るうような男じゃなくてさ、やりたいことバリバリやって金稼いできてさ、いつも笑顔で遊んでる大人じゃないと。うん。ねえ。やっぱそれは男にしかできないから。女はやっぱ保守的なのは当たり前だから。命がけで守るわけだから。男は攻めないといけないからね。狩りに出て獲物を取ってこないといけないわけだから。ねえ。いいこと言うね、高橋さんね。俺も同感。帝王切開は出産後が大変。母だから頑張れる。だってお腹切るなんて考えられないもん。お腹切るんでしょ。おーありがとう。ヌーボーありがとうございます。中野ちゃん、ヌーボープレゼントありがとうございます。ねえ。だってね、腹切りなんか切腹だからね。江戸時代で言ったらね。あれどうなってんの？その、子宮で育てんの？ごめんね、アホな質問で。なんか、カンガルーみたいに袋があるって考えていいの？内臓の上にあるの？内臓の中にあるの？どういうこと？どうなってんの？あ、違うか。触った時に赤ちゃん蹴ったりするから、腸とかは後ろにあるのか。だから内臓の前にあるのか。子供とかが。うん。ええ声でありがとう。いえいえ、とんでもない。楽しんでてください。共働きでしたので仕事して、子供世話して、家事して、マックスになって倒れました。大変だったね。でも、そのね、頑張りはね、いつか子供が感謝してくれる時が来るよ。うん。お、量産型空腹いらっしゃい。今は知らんけど、帝王切開麻酔なし。え？え？あ、そっか。え？メスでガッツリ行くの？え、これマジ？いや、麻酔するでしょ。え、マジで言ってんの？え、麻酔なしで切んの？あ、でもそうか。うわ、怖っ。今引いたわ、ちょっと。ゆうこさん、もっと旦那を教育しないと。麻酔するよね、そうだよね。超怖いよね。奥さん、帝王切開です。つって。麻酔お願いします。つって。いや、麻酔ダメですよ。つって。行きますから。つって。行きますよ。つって。開けますよ。って。痛い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 。いや、何やってんのつって。ガッバーつって。ガッバー出ましたって。縫って縫ってってなるぞ。は、何が出ましたで縫えよってなるぞ。麻酔はするでしょ。おえ、何え、意識あんの？嘘でしょ。え、マジで言ってんの？え、お腹ばっか開く感覚。マジで？え、起きてる状態で縫われるの？ここ。すげえな。マジかよ。え、起きてんの？意識あんの？じゃあ。やばい、俺寝てる間に生まれてくるもんだと思ってた。おー。アミさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでください。ビールコートさん、しなかった。マジで？怖えー。する人としない人がいるんだ。やば。やべえわ。男の先生3、4人に体重でお腹押される。え、どういうこと、どういうこと。あ、もうなんか怖い話になってきたわ。やめようぜ。俺の今金玉ヒュンヒュン言ってるから。怖えよ。何それ。やっぱ命がけなんだな。ちょ、晩ご飯食べようかな。パン食べます。中野坂上のパン屋さんで、中野フランクっていうパンがあるの。そのパン屋さんで中野フランクって言って、その一押しのパンなんだけど、これ、ソーセージゴン太でしょ？
パッキパキのウィンナーに、ウィンナーパンなんだけど、これもっちもちのパンなのよ。これウィンナーゴン太なの。いただきまーす。うん、お、新しいフォロワーさん。はい、フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、アミさん、ベルレイさん、ベルレイさん、ありがとうございます。赤ちゃんでかくて出てこなかった。頭、引っ張るから。あのね、俺、逆子だったんだよ。生まれるとき。嘘みたいな話なんだけど、逆子で産声上げなかったのね。ね、どうして産声上げなかったかっていうと、生まれるときにへその緒が2回巻きついて、逆さに生まれてきたから、俺、首吊りから生まれてきてんの。すごいでしょ。ね、医者に言われたのが、あと1分遅かったらか、あと1分遅かったら、もしくは、あともう1周、半周かな?もう半周首に巻きついてたら、絶対この子死んでたって。産声上げてないの。自殺から生まれてんの。ベルセルクかよって思ったもん。これまずい。うまいこれ、パッキパキで。私の DR が間に合わなくて、陰茎切開でした、二人。あれでしょ?ここ切るんでしょ?俺の母親も切ったっつってたよ。風船プレゼント、ありがとう、村雨さん。風船ありがとう。風船アザース。新しい、フォロワーさんです。マッコイさん、ルリーロさん、ありがとうございます。うまい。フランクフルトゴン太でしょ?これ、パンとソーセージの比率がおかしいでしょ?わかる?パンもっちもちでめっちゃうまいんだけど、パンとソーセージの比率が全然合わないんだよね、これ。すごいうまいんだよね。へぇー。はい。男の人は、出産に立ち会うべきなの?やっぱり、あ、誰か風船のまとめて10個とかやるやり方を教えてあげて、村雨さんに。手がうまく動かない。あ、そういうもんなんだ。うまい。風船10個、あまねくん、風船10個ありがとう。多分ね、風船を、アイテムを送る時のボタンに、プラスボタンみたいなのがあるんだよね。立ち会う気はなかったけど、旦那さん持って無理やり。なんかグロそうだよね、なんかね。感動とかじゃなさそうだよね。なんか、2チャンネルのまとめで見たんだけど、出産の時に暴言を吐くすれっていうのがあったの。あ、本人出産の時の陣痛の痛みで覚えてないんだけど、なんか女の人って記憶がないんだけど、あんたじゃダメよ先生呼んでとか、お前みたいな素人に埋めるわけないとか、すごい怒鳴るらしいの、いろんなこと。そのすれ面白かったよ。うまい、これ。1個、10個、100個って選ぶところは、あ、100個も送れんだ。嫁苦しいから機嫌悪くなるから当たられる。そう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 。その当たられたまとめのスレをみんなで暴露し合うっていう。なんか、お姉ちゃんの出産に立ち会った妹がいて、妹にジュース持ってきて、喉が開いた、ジュース持ってきて、持ってこいって言ってんだろ、このブスって言った。お姉ちゃんに思いっきりブスって叫ばれたとか言って、でも本人に記憶ないとか。命がけだからみんな許すっていうスレなんだけど。ルリーロは、あー殺してーってわめいてたんだ。やっぱそれくらい辛いんだね。すごいね、それ。殺してー面白いな。すげえな。
おお、ボジョレヌーボー、あざーす。村雨さん、ありがとう。あー、らしいよね。記憶がないんだ。まあ、記憶ぐらい飛ぶでしょう。うお、来たはい、ありがとうございます、エリスさん。これ15回きついんだよな。うお、すげえな。1回、2回、カニありがとう、エリさん。3回、4回、5回、うお、聞いてきた。6回、7回、連続きつい。8回、9回、10回、マジでね、これや、このね、スクワットやり始めてから、マジで太もも、マジで太くなってきたからね。マジで、太ももバキバキ、今。14回、15回、エリさん、ありがとう。いや、いいね。カニは嬉しいでしょう。ありがとう。ありがとうございます。ダイエット頑張れ。それが10キロぐらい太っちゃってさ、やばいんだよね、今。うん。いや、カニは嬉しいわ。エフェクトがかっこいい。エフェクトがかっこいい。うん。隣でゲーム、携帯投げてやろうかと思った。うん。これね、体が持たない。ありがとうございます。ねえ、1回、2回、3回、4回、きつい。痛い痛い痛い。5回、次はワード2、楽しんでって。痛い痛い痛い。7回、8回、俺根性あるから何時期できるよ。9回。企画で何回もやってる。痛い痛い痛い。11回。やべえ、マジできつい。12回。やべえ。13回。あ、きつい、マジで。あ、明日筋肉痛だ。階段登れない、これ。15回。ありがとうございます。ありがとう。行って、ハッチありがとうございます。一回、あー、一回、いやもう今日いいわ。今日、痛い、三回、今日はいい、もう。いや、マジできつい。五回、あ、もうきつい。五回、ありがとうございます、ハッチ。いや、今日もう、やめろよ、お前、ふざけんなよ。一回、二回、マジできつい。三回、4回、マジできついんだって。行って、5回、6回、7回、8回、やばいやばい、無理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 、ちょっと休憩させて、9回、10回、痛い痛い痛い、痛い痛い、11回、おい、高校生じゃねえんだから、12回、13回、14回、ラスト、きつ、痛い痛い、つる、つるよ。ありがとうございます。痛い。一回、あ、もうカチカチ。痛い痛い痛い。二回、痛い。つる、マジで。3回、4回、痛い、ラスト、5回、あ、もう無理、もう無理、もう無理、マジでネタじゃなくて無理、ちょっと休憩させて、痛いよ、クロスケいらっしゃい、いって、あ、やばいやばい、つるつるつる、ありがとうございます、皆さん、痛い、あ、痛い、休ませないリスナー。いや、いて、あ、マジできつい。つるつるつる。ありがとうございます。
おっさんだよ俺。もう31だよ。殺す気だなマジで。15回行きます。1回、3回、4回、5回、6回、7回、もういいよ。8回、9回、上がんなくなってきた。11回、12回、きつい。13回、14回、ラスト、しゃがめなくなってきた。15回、痛い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 、マジ痛い、やばいこれ、やばい、今日はまずい、これ連続は。ありがとうみんな、ひってー、これやばいぞ、今日風呂行こう、銭湯でほぐさないと絶対明日動けなくなる、もうすでに歩けないレベルまで来てるもん。みんなありがとう。いや、もう今日はいい。もう十分稼いだ。十分稼いだ。ありがとう。雑談やろ。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、豆助さん、フォローありがとうございます。やべえな。ウケるわ。みんな欲しがるじゃねえよ。やってみ、スクワット。俺結構深く腰落としてるから。みんなね、スクワット久々にやったら、まあ、5回は正直できると思うけど、15回でもきついよ。もう、ちゃんと腰こうやって落とすやつ。あ、そうだそうだ。あのね、あれ見たよ、みんな。宮崎駿の、見た？みんな。超爆笑しちゃったよ。ニコ生のさ、会長の、2万5の会長の川上がボコボコに怒られてたの見て、超笑っちゃったよ、あれ。あれは川上が悪いよね。っていうか、鈴木敏夫が一番悪いと思ってるけど、俺は。うん。ですから、これは、ゲームの新しいプログラムで、こう、ゾンビが頭で動くことによって、面白い、気持ち悪い動きをするんですね。友人の紹介者の人がハイタッチをするの今。はい。いや、そういうつもりではなかったんですけど。やばいよね。カワンゴかわいそうとか思ったもん俺。あれはちょっと悪意あるよ。あれ川上も川上で空気読めないところあるから。あれは最高だったね。ルーツさんいらっしゃい。クロスケさん、フォローありがとう。ルーツさん、ロッツかな？フォローありがとう。似てるでしょ？俺、モノマネだから得意なんだって。好きな人のモノマネは得意なの。いや、ニコニコ生放送は、やっぱ、スタジオジブリに入ったのは、新しい文化を取り入れないと、みたいな。なんか、ちょっとペチャペチャ喋るんだよね。カワンゴって。カワンゴ面白いよね。俺あんなに金稼いでる大人が、あんなにいい歳して上場企業を作ったやつが怒られてるの見て腹抱えて笑ったもん。うん。すげえ面白かった。うん。いや、ありがとう。送ってくれた人。今日も、っていうか、やっぱね、俺感動したよ。俺マジで感動した。宮崎駿が、ペンタブ使ったんだよ。奇跡だよ。あの宮崎駿がペンタブいじってんだもん。フル CG かよって。で、毛虫のシーンで、
夜の魚って言って夜にエフェクトかけんだよ。要は非生物に命を吹き込むの。エフェクトに命を吹き込んで生き物にするんだよ。もうすげえと思った。天才。マジで宮崎駿を天才。うん。魔人さんお疲れ様。マジで熱かった。宮崎駿が CG やっても天才だわ。まだ現役かっていう。これ作るな。宮崎長編作るな、毛虫。うん。あれはやる気満々だわ。俺今回の風立ちぬで、絶対引退だと思ったけどね。電通通信はマリモさん。いらっしゃい。楽しんでてね。絶対長編来るよ、これ。宮崎駿が生きてればね。生きてれば。うん。スタジオジブリ好きな人は絶対見た方がいいよ。すっげえ感動するから。なんかね、もうずっとこんなのは、アニメじゃないとか言って、いつものパヤオ節なんだよ。もうずっと管巻いてるんだけど、もうガチで CG を取り入れるの。で、CG のやつと若手を育て始めるんだけど、それが超熱いの。で、宮崎がもう対抗意識で、アニメーションで対抗してて、どんどん二人がブラッシュアップしてくんだよ。ウェブチームと、CG チームと、アニメーションは宮崎駿だけでやってんだけど。で、ね、前世紀のスタジオジブリ、みんなアニメーターがブワーって言って、みんなガリガリ書いてたわけじゃん。あそこがもう閉鎖されてるから、死んでるの、空間が。閉鎖された学校みたいになって、建物の中が生きてないんだよ、あのスタジオジブリが。そこで宮崎駿がまた、一人で、あのだだっ広いスタジオで書き始めるんだよ。感動した、マジで。この人は生まれながらにしてアニメに愛されてると思った。アニメを愛してる人だからこそアニメに愛されてるんだっていう。絶対見た方がいいよ。NHK のドキュメンタリー。ちょっとジュース取ってくるわ。汗がすごい出た。大面白い。絶対見た方がいいよ。絶対見た方がいい。っていうか、俺、それ、ノンタンと一緒に見てたんだけど、ノンタンと一緒に見てたんだけど、多分ノンタン昔アニメーターやってたな。俺に言ってないだけで。うん。宮崎駿の、絵コンテとラフを見て、あの量私出されたら、ぶち切れるね。って言ってた。もう完全に、アニメーターの目線で語ってたの。いや、パヤオやべえわ。あのコンテの量上がってきたら私だったらブチ切れるねってぼやいてたの。あ、こいつ絶対アニメ書いてたって。もうバレた。絶対言わないんだけど、あ、こいつ絶対アニメやってたなっていう。多分やってたね。なんかもう本当に、その、絵の見方とか目つきでわかんの。要は、パヤオが、普通の人って絵、ね、パヤオがどんな人か見るんだけど、アニメの描き方とかを見てたから、で、コンテの量がどうとか言ってたから、あ、この人やってたなっていうのがバレたね。うん、まあ、もともと美大だからね。うん。わかるけど。多分業界の中にいたんだろうね。うん。脇の絵コンテは重要ですよね。ん？パヤオの絵コンテは重要。いや、パヤオの絵コンテは本編より面白いから。本当に。図鑑が出てるんだけど、全巻欲しいもん。絵コンテが完成品って言われてるの有名だよ。絵コンテあんなに描く人いないって。うん、いや、クリエイターさん結構そういう人多いよ。その、引退して、やっぱアニメとか絵とかをすごい愛してるから、その、けじめとしても、引退したら言わないみたいな人多い。うん、やっぱそれトラウマでもあり、呪いでもあるからね。祝福でもあるけど。うん、あとあれだよ。たくみさんも実はその業界いたことあるんだよ。たくみさん言っていいのかな、これ。たくみさん NG だったら NG って言って。たくみさん NG だったら NG って言ってください。うん。それもちょっと面白かったんだよ。あれがあるからね、機密保持契約書とかあるから。その、アニメのライターとか。いい？俺笑ったんだけど、実、この前飯食った時に、実は僕もやってたんですよ、つって。なんだっけな、ドラゴンクエストのアニメがあって、なんだっけな、
アベル伝説だっけ？なんだっけ、あの、デイジーとか出てくるやつ。あの、ちょっと朝黒のさ、ドラゴンクエスト、なんだっけあれ。勇者アベル伝説だっけ？あれの背景かなんか書いてたらしいよ。いいよね、なんかね。うん。そう。実は僕、背景書いてましたよ。色ベタ塗りしてましたよって言って。なんか楽しそうでいいなと思って。ね、あのアニメで確かヒャドが血液を凍らせて殺す呪文っていうのが初めて明かされたのが確かあの作品なんだよね。よし。ああ。あんたたち行くわよ。KP。今日下手だな。うん。今日あんま上手くないわ。ケビ。うなちゃんマンっていくらぐらい稼いでんだろう。ちょっと覗いてみよう。カニ一個も入ってないじゃん、うな。花火が一発、カニゼロだね。え？今日俺うなより稼いでんの？今日俺うなより稼いでんの？超テンション上がるんですけど。超テンション上がるんですけど。和道オリジナルで行きましょうよ。和道オリジナルとかないよ。これはパクるって決めてるもん。和道オリジナルはスクワットだね。ここは徹底的にパクろうかなと思ってる。だって、ぶっちゃけた話、これがやりたいだけで1万5千円かけたんだもん。この KP を完コピしたいだけでこれ買ったかんで。人の見れるのか。俺パソコンだからね。俺は、でっかいモニターでやってるから、こっち側で配信やって、こっち側でランキングとかフォロワーとかをチェックしてる、常に。だから今日は、リスワン取れるかなとか、今日今誰がやってるとかを全部、マルチモニター、デュアルモニターじゃないんだけど、でっかいモニターで2つの画面でやってる。で、音響はこれでやってて。で、パソコンはこれだね、メインの。こういう配信環境だね。うん。うん。こんな感じ。まあ、外配信の時は、さすがにでっかいモニターでもなんでもないけど、音響も普通のマイクだけど。それはまあ、しょうがないよね。機材的にしょうがない。でも、レッツノートの最新型借りてるから、セットアップしないといけないんだよね。まだいじってないんだよ。すげえよ、新しいレッツノートすげえよ、マジで。モニターはリスナーさんからのプレゼント。キーボードもプレゼント。これも、プレゼントの天ギフで買ったから、プレゼント。パソコンもプレゼントだね。ほぼ貢ぎ物だけだね。髪いい感じ、そう？なんか、配信、なんか、ハゲっぽくなっちゃってるから。まあ、さっぱりしていいけど。長くなってきて邪魔だったから、セットするのうざってーと思ってたから。モニターはでかければでかいほどいいよ。で、このモニターぶっちゃけ3万円なのね。3万円なんだけど、今3万円で40インチ手に入るから、え ?30 インチかこれ。30だか40だか忘れちゃったんだけど、これめちゃめちゃでかいの。パソコンはマジでモニターでかい方がいい。うん。もふもふありがとうね。うん。ありがとう。盛り上げてくれて。また。作業が超やりやすいし、コメントは見やすいし、YouTube でも画面迫力ある。いいよ。やっぱパソコンはモニターに金かけるべきだよ。ていうかさ、ちょっとビビってるんだけど、YouTube の推定収益も結構、まあ結構つってもちょっとお小遣いなんだけど、YouTube もなんだかんだ2000円入ってくんだよ。ね、YouTube も収益増えてんの、こうやって。どん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 。上り坂になってるでしょ。だから安定して収益伸びてきてんのよ。チャンネル登録とか、こうやって。視聴もだんだん伸びてきてんのよ。匠さんのおかげで。で、何が怖いって、地味にね、ふわっちで稼げてきてるのが、ちょっと怖いんだよね。これ、8万円だからね。8万円だよ。これ、ニコ生で一時期全盛期の頃が、マックス10万円ぐらいだったんだよ。だから、
超えそうなんだよね、ちょっとね。超えそうなんだよね。配信業成り立ちそうなんだよね。いや、いいんだけど、いいんだけど、その、ほら、3、4年前なんか夢のまた夢だったわけじゃん。やればやるほど遠くなっていく感じだったの。最初は楽勝だよ、稼げるよ、俺は、と思ってたけど、やればやるほど稼ぐの難しい、人集めるの難しいってなるじゃん。だから、これ夢なんじゃないかっていうのが最近あるね。だって、これ今8万で表示されてるけど、多分今日の分で、カニが一発1500円でしょ1500×5 っていくらだ ?7500 円でしょで、風船が1500円だから、多分また1万ぐらい入るんだよ、今日。9万になるわけよ。でしょ?なんか、これ、こんなうまくいくの?っていう。こんなにうまくいくの?っていう怖さみたいなのってわかるかな?なんか。なんかね、あるんだよ。なんかあるんだよ。その、なんつうんだろう。そのね、感覚をね、なんかシェアしたいんだけど、なかなかね、伝わるもんじゃないから。ふわっちの経営でそれで儲かってるのかな?いや、儲かってないと思うよ、ふわっちは。なんでかっていうと、広告費にかなり金かけてるし、半分取ったって言っても、デイリーランキングとかに5万とか渡したりとか、マンスリーランキングって確か50万もらえるんだっけ?マンスリーランキングって20万だっけ?なんか何十万とか吐き出してるのよ。だから、俺の目算なんだけど、経営者として見たら、多分ね、ふわっちの運営の取り分多分1万ぐらい。そう、コストを吐いた時。だそんな儲かってない。プーちゃんこんばんは。ハートありがとう。プーちゃんありがとう。そんなに儲かってない。2割か1割ぐらいしか取ってないよ。いや、潰れはしない。それはよく言ってるんだけど、もし潰れるタイミングが来たら取り分減らすから。そう。こんだけもう回ってるわけよ。アイラだって1ヶ月で700万稼いでるってことは、ふわっちに350万入ってるから。で、潰れる前段階っていうのはパーセンテージいじるの。要は、配信者の取り分減らすから確実に。減らしてないってことはうまくいってるんだよ。まだ回ってるの。これは経営者だからわかる。経営やってたからわかる。うん。やばいなって思うときは、配信者の取り分減らして運営の取り分増やしたときは、あ、ちょっとやばいかもって俺は判断するね。これ間違いないと思うよ。20万か。でかいよ、20万。でもさ、ちょっと納得いかないのは、で、マンスリーランキングはもう稼げてるわけじゃん。稼いだポイントでマンスリーって決まるの。1ヶ月でいくらもらったか。だからぶっちゃけ何百万も稼いでるやつにしたら20万っていらないお金じゃん。だから、ポイントじゃなくて視聴数で計算してあげた方がいいんじゃないかなっていうのは俺は思うけどね。じゃないと若手が食えないじゃん。ね、儲かってるやつに金渡しても美味しいと思わないから、そこはね、ちょっと制度設計を変えてほしいね。潰れない潰れない。っていうかね、これから多分来ると思うよ、俺の予想。ぶっちゃけた話、まだ1年目でこれだから、ツイキャスの1年目なんか大したことなかったもん。だって、1年目で、うなちゃんまん石川のりゆきなんだかんだって、ま、ね、50人ぐらいの大手がやってるんだよ、毎日。金梅さんが今専属でやってるんだよ。これで潰れるんだったらもう先ないよ。他の配信サイトがダメだよ。来てる来てる。全然余裕。大丈夫。っていうか、俺が潰させないよ。俺がふわっちを潰させないよ。大きく出たな。大丈夫だよ。ウナもやってるし。安泰だよ。大輝さんありがとう。初見さんかな?コメントありがとうございます。楽しかったらフォローしてください。よろしくお願いします。YouTube もやってます。下の、番組説明欄に YouTube もやってるんで、Twitter のフォローと YouTube のチャンネル登録。あと、ふわっち一緒に盛り上げましょう。フォローよろしくお願いします。ゴルゴさんこんばんは。そういえばアフリカ TV ってあったね。まあ、ヨッサンしか聞かないな。ヨッサン以外の配信者がやってるっていうのは聞かない。アフリカ TV。だってアフリカエセアカもやってたけど、こっち流れてきたじゃん。コバミいらっしゃい、ワドツー。楽しんでってね。ゴルゴさんこんばんは。プーちゃん、あれだけ大手がやってるから大丈夫でしょ。うん。だから、ツイキャスも潰れるとか、ニコ生も潰れるってずーっと言われてるけど、なんだかんだ潰れないでしょ。あのね、インターネットってサーバーコストと、要はコストが異常に低いって言われてるの。だから一回作っちゃえば、ぶっちゃけた話、維持費だけなんだよ。サーバーコストとドメインコストなんて高が知れてるわけじゃん。で、開発費もかからないわけよ。
だからプログラミングできる人だったら、一回作ったら、保守って言うんだけど、サイトの保守だけやってればね、成り立つの。うん。で、なんで潰れないのかっていうのは理由がもう一つあって、サーバーコストが一番かかるコストなんだけれども、結局、かそってきたらサーバーを安いところに移転すればいいのよ。2チャンネルのひろゆきはそれをやったの。2ちゃんがかそってきた時にサーバーを軽くしたのね。だから、サーバーを軽くするっていうことは運営費がぐっと下がるわけじゃん。だからね、結局サイトって潰す方がデメリット大きいんだよ。だから潰れない。パティンコさん。パティンコさんコメントありがとうございます。昔のアカウントにフォローされてました。あれアンチです。偽物です。はい。僕ツイッター1個しかやってないんで、あれアンチですよ。ワドエグゾグリアだよね。ニート2号さんコメントありがとう、若津。アフリカ人いないんだ。アイラってなんであんなすごいん？あいつはね、もともとホストで、なんかイケメン系で、閲覧はそんな多くなかったんだけど、昔から200万とか、金引っ張るのうまいんだよ。ガチ囲いがいっぱいいるの。キャバ嬢風俗嬢系の。斎藤さんって誰だろう？わかんない。デコさんいらっしゃい。斎藤さんって誰だろう？うん。友達もアダルトサイトやってるけど、なかなか儲かってる。あ、そうなんだ。そうそう。だからね、サイトが潰れるっていうのはよっぽどのことだよ。だってさ、有名サイトで潰れたのみんな見たことある？一世風靡して、社会的にというか、まあ、ある程度盛り上がってて、認知度があるサイト、ミクシーですら潰れてないでしょ？アメブロですら潰れてないでしょ？潰れてないでしょ、やっぱり。うん。やったことないな。あ、配信サイトなんだ。潰れたの見たことないでしょ？あ、パティンコさんありがとう。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、大輝さん、フォローありがとうございます。大輝さん、フォローありがとう。おう。だからね、サイトって潰す方がね、デメリット大きいんだよ。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、パティンコさん、フォローありがとう。うん。だからまあ、素人とか配信者がね、危機感持って言ってるだけなんだよ、それ。あ、また新しいフォロワーさんね。734番目のフォロワーさんです。新しいフォロワーさん。リュウカさん、フォローありがとう。初月さんいらっしゃい。おー、ワンタロウくんから、おー、ワンタロウさんからね、あ、どうもどうも、クソカソミソさん、ありがとうございます。コメント。楽しんでってください。面白かったのでいいんで、フォローしてください。ワカワドツーいらっしゃい。いやー、楽しいね。早く旅に出てーな。俺ね、だからね、最近ね、これ、マジな話なんだけど、マジな話なんだけど、もう旅に出るイメージが出てんの。これね、あ、今日、あれだ、今日、引き寄せの法則の話する？前からさ、話そうって言ってて、自己啓発で引き寄せの法則っていうのがあるんだけど、俺引き寄せの法則かなり勉強してて、自己啓発やってるんだけど、プーちゃんハートありがとう。次枠、それやる？で、これね、繋がってくんの。俺が今、旅をしてる自分が見えるの。これってどういうことかっていうと、俺の中で、ここまで、ね、思念とか想念。要は、念まで落とす想念。想像じゃなくて、像なんだよ、像は。想像。思い念じると書いて想念なんだけど、想念まで入ったの。ビジョンが見える、夢に見えるんだよ。要は、旅してる夢を見るの。ふわーっと電車の中に乗って、旅してる自分がいるの。ここまで来たら叶うんだよ。ここまで来たら叶うの。俺これで叶わなかったこと一回もないの。だから俺断言する。来年旅してる俺。で、前々から和道のそういうの聞きたいっていう人がいたの。だからもしニーズがあって、あ、引き寄せの法則聞きたいっていう人がいたら、話しますよ。もしそういう話に興味ある人がいたら。スピリチュアルとは違うんだよ。自己啓発はスピリチュアルとは全然違う。そこ甘く見ない方がいい。めちゃめちゃ科学的だから。そう、イメージトレーニングに近い。自己啓発は。思い込んだら現実になるみたいなやつ。そうそうそう。だけど、引き寄せの法則をちゃんと聞いたことないでしょ。俺、実は話してないかもしんないけど、夢は現実化する、思考は現実化するっていう有名なベストセラーがあるのね。日本でも200万部ぐらい売れてんの。50年間で200万部だから超ロングセラーで売れてんだけど、そこの営業部署をやらないかって実は誘われてたことあんの、若い頃に。もう超お前、この本でお前、すごい、分かってるから、営業部署をやるって。で、そこにタワーマンションがあるんだけど、そこの46階に、キコ出版っていうのが入ってんだよ。その、自己啓発のセット200万するんだけど、そこの講師やれって言われてるぐらい、結構入ってるから、ちゃんと教えられるよ、俺。うん。
聞きたい。じゃあさ、俺、ちょっと、スクワットかなり効いてるから、一旦休憩入れるわ。この枠終わりで。だからあと10分で休憩入れるから何時集合にする？あ、メミタンさんコメントありがとう。メミタンコメントありがとう。何時頃やろうか。みんな何時頃聞きたい？ちょっと一回、もう太ももマッサージしてえわ。太ももが効いてるから。うん。太ももがやばいっす、今。何時ぐらいからやる？20時集合か。そうする？ 20 時集合で1時間ぐらい引き寄せの法則の話しようか。カーネギー、そう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 。カーネギーの話。そう。まさしくその通り。新しいフォロワーさん、田島さんフォローありがとうございます。どう？みんな、20時集合で OK だったら、全員花火ください。20時集合で OK じゃない人も花火ください。全員花火ください。20時で。OK？ わかった、OK、OK。じゃあ20時集合にしましょう。うん。この10分、あと10分で放送切れますね。はい、モネさんいらっしゃい。でも、本当にくれんのかよ。ありがとうございます、ハッツさん。一回、お、大丈夫だ。二回、大丈夫。連続で休憩入れたから大丈夫だ。あ、聞いてきた。三回。四回。五回。ちょっときついな。いつもと違うね、やっぱ。うん。連続じゃなければ大丈夫だね。風船プレゼントありがとう、エリさん。ありがとうございます。じゃあ今日は、話しますよ。引き寄せの法則。結構真面目な話になると思うし、もしかしたらなんだけど、ちゃんと、お菓子ありがとう。のんたんおはよう。お菓子、ちょっと待って。お菓子ってもうなくない？なんで一人でハロウィンやってんの？今の時代、カニだから。のんたん、古いから。今、カニで盛り上がってんのに、一人でハロウィンの残り物。最近さ、放送見てなかったから、ハロウィンが残ってんだろうね。のんたんありがとうね。遅えわ、ハロウィン。もう得意すぎてるわ。うん。引き寄せの法則やろうよ。言霊と全く関係あります。だから、全く関係ある。だから、言霊とかに、そう、霊とは何なのかっていう話もちゃんと載ってるの。超面白いよ。花火あげたらスクワットか、今度連続で打ち上げようかな。いや、あのね、貯めておこうってみんな和道リスナーで今決めてんのが、なんか、みんなが、やっぱ一人でさ、100個とか無理なわけじゃん、風船。だから今ね、月末とかに貯めて追い込もうとして、なんかみんな貯めてるよ。で、みんなコンボコンボコンボで追い込もうとしてる。スクワット地獄をやろうと思ってるね。のりこ、風船ありがとうね。風船じゃねえや。お菓子ありがとう。のんたんかわいいよ。はじめまして、初見です。ジュピターさん、コメントありがとうございます。楽しんでってください。じゃあ今日夜8時から、和道の自己啓発講座やります。逆にレアだよね、今ハロウィンって。っていうか、どんだけ課金してんの、お前。ティロフィナーレ香川に少しあげていいよ、のんたん。俺にあげなくていいよ。ティロっていいよ、ティロって。残ったらティロってあげなよ。のんたん、俺に気使ってんのかさ、香川さんにアイテムやらなくなったからさ。マミリンさん、こんばんは。コメントありがとうございます。楽しんでてください。面白かったらフォローしてね。みんな、Twitter のフォローと、あと YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。のんたん、スタイルめっちゃいいかんね。たらいの法則も仲間なの？たらいの法則知らないな。ブルジョワーゼ。いや、最近ほんとお金持ち増えたよね。ね、俺のリスナー、お金持ち増えたよね。ほんとに。びっくりしてんだよ。すごいよね。基本的に俺の放送って、メンヘラと生ポしかいないって言われてたからね。ガチメンヘラと生ポの巣窟って言われてたんだよ、俺の放送は。それがさ、全然、ブルジョア階級になり上がってきたからね、最近。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんを紹介します。ジュピターさん、田島さん、フォローありがとうございます。ティロっていいよ、全然。ただ、花火をあんまり上げすぎたらちょっと俺凹むから。花火一発ぐらいにしてほしいよね。ティロってもいいけど、花火がなんか10個ぐらい上がった時になんかダメージがでかいよ。なんか俺の女マジでティロってんなっていう。ティロって、ティロって。花火、一発ぐらいで勘弁してほしいよ。金持ちではない。金持ちでしょ、全然。簡単に言うと、答えから言うと、
ちょっと残り5分で8時からやる放送の宣伝するけど、簡単に言うと、世の中にあるすべての法則の大原則っていうのは、その引き寄せの法則っていうのがあるんだよっていうこと。で、簡単に言うと、思いは叶うんだよって。思いは叶うっていうのは、そのファンタジーとか教訓で言ってるんじゃなくて、法則、物理法則として叶うんだよっていう本なの。で、どういうことか、そんなの嘘だっていう反論をずーっとやってんの。こんな分厚い本で。要は、結論から言うと、思いは叶う。思ってることが具現化する。だけれども、みんな叶わないっていう。だったら実例を出しましょうって言って、その当時、その本を書いた、人がいるんだけど、200人の成功者に全員取材してんの。人生追っかけんの。何十年っていう単位で。で、ずーっと、もうその何十年間の記録とか法則とかをブワーって書いて反論していくの。すごい面白いよ。うん。潮見に行かない？いろんな話聞けるから面白いよ。うん。友達に和道さんの配信はメンヘラが集まりやすいと言ってた。うん。集まりやすいね。うん。どうぞ。なんでさ、ちょいちょい、なんでちょいちょいのぞみくんの本当に。これ本物なんでちょいちょいのぞみくんのマジで。怖えんだけど、俺。うん。ちょいちょい最近来るよね。俺さ、ぶっちゃけた話、弟のさ、サメ島さんはめっちゃさ、好きだし仲いいけど、俺マジでのぞみ怖えんだけど。のぞみマジでガチで怖えから、マジで怖えから、ちょっとコメントするだけで震えるんだけど。マジで、だって俺のぞみがコメント打った瞬間、ピンポンって聞こえたもん俺。ピンポンピンポンピンポン、ピンポンピンポンって思い出すわ。怖えよ、ほんとに。それ聞きたい。夜の8時からやろうと思ってる。うん。潮見行かないってなんだろうね。うん。てか、俺の彼女と、のんたんと、のぞみ、のんたんとのんたん仲良くなるのやめてね、ほんとに。のんたんとのんたんが仲良くなったら俺耐えらんねえわ。ダブルのんたんだからね。爆走潰すためにのりこと組もうとしている。ああ、それだったらいいんじゃん。やばくね？超絶メンヘラの俺の彼女のんたんと、超絶メンヘラのガチガチ武闘派ののんたんがタック組んだら、とんでもねえよな。それちょっと見たいわ。のんたんのんたんタックで爆走潰すとか最強すぎるでしょ。それは面白い。それは面白い。それはぜひやろう。うん。サメちゃんと仲良しならのぞみさんもセーフでないの。お前ね、のぞみの怖さ知らねえからそういうこと言ってんだよ。マジで怖えからな、のぞみ。うん、ピノいらっしゃい、こんばんは。最強タッグだね、これ。メンヘラ、違う、俺の彼女がメンヘラなの。違う、俺に牙向くのやめて。もうマジで俺お前に歯向かう気ないから。もう超ブルってるから。もうマジで。俺、ロハコさんの家であんなでかい声で話して詰めてる人見たことないから、女の人で。仲良しなんだ。へぇ。あ、仲いいんだ、もともと。うん、サメちゃん爆走す、粒すごい。あ、そうなんだ。のんたん、のんたんはいいけど。のんたん、のんたんはいいけど、なんか俺の部屋にのんたん、のんたんとかいたら大変なことになるから。手に負えねえよ。キャラ強すぎるだろ。うん、仲良しなんだ。知らなかったわ。なんか俺の彼女の人脈さ、配信、だってさ、俺配信者なのにツイッターのフォロワー400何人じゃん。彼女の方がツイッター1000人でフォロワー多いの。で、LINE とかに香川さんがいたりとか、大手配信者結構いるの。なんか、お前の方がなんか力持ってねえみたいな。なんか最近ね、なんか、あれって、俺配信歴4年なんだけど、なんでこいつ大手配信者と繋がってんのみたいな。ああ、香川さん全然会ったことあるよみたいな。LINE 全然してるよみたいな。マジでみたいな。ちょっとなんかね、へこむんだよね。パイプがすごいんだよ、なんか。うん、見たい、その話。のんたんのんちゃん。のんたんのんちゃんって配信ちょっと見てえな、俺も。リスナー側で見たいわ。ということで、今日の夜の8時、1時間半後にまた放送を再開したいと思います。たくさんの、カニ、そして風船、それからボジョレヌーボーアイテムね、たくさん、花火などありがとうございました。太ももがパンパンになりました。夜の8時、からの放送は、引き寄せの法則といって自己啓発の法則をしようと思ってますので、皆さん見に来てください。それでは皆さんありがとうございました。1時間半後会いましょう。お疲れ様です。モネお疲れ。
チオお疲れ、タクミさんお疲れ様です。青じいさんお疲れ様です。皆さんありがとうございます。おつおつ。結構ね、なんだろう、サブカル好きとかね、自己啓発好きな人にはいい回になると思ってるんで、久々やります。小田井さんお疲れ、てっちゃんお疲れ、大輝さんお疲れ、村雨さんお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バットボタン押してんだよ、もう。